皆さん、おはようございます。NEDO、えーね、水素を担当してございます、大平です。まあ、本日、このような場で私もお話しさせていただくこと、非常に光栄に思っております。さてあの、私ども水素を取り組んでいるわけでございますけれども、まあ、その理由、NEDO、まあね、のあ、すみません、日本のエネルギーの事情を背景としてご紹介いたします。あの左側、あのグラフ、日本の一次エネルギーです。 とおり、日本は非常に資源が乏しい国である、エネルギー自給率を上げていく、非常にこれは重要な課題であります。再生可能エネルギーを伸ばしていく、2030年には全電力のうち大体40%を再生可能エネルギーで賄っていこう、これが日本の目標であります。まあ、しかしながら、カーボンニュートラルを捉えたときに、これでは十分です。 右の方、日本の二酸化炭素排出量です。電源から出ている二酸化炭素全体の40%、カーボンニュートラルを達成するためには、電力の低炭素化だけではなくて、あ他の部分、産業、運輸、この辺にもアプローチをしなければなりません。これがまさに水素に取り組む意義でございます。日本のです、ね、最近の水素に関わる政策であります。 まあ2年前3年前になりますね、2020年にカーボンニュートラルの宣言を行い、まあ、その後様々、さまざまな政策が出ております。であの先ほど、理事長に静塚の方から申し上げた通おり、日本では2030年、水素1%、まあ、これは初めて日本の政策の中に水素が数字で現れた、非常に重要なターニングポイントありますし、今、現在ではさらに進んで、えー、初期段階、 水素の価格と化石燃料の価格この差を埋めるための政策の検討が進められています。でこれは日本の水素に関するそのラフなロードマップです。まあ2050年を見据えた取り組みを進めています。水素は非常に幅が広いものでありますから水素を作るところ使うところ運ぶところ、まあ、使うところも様々でありますが2030年 非常ににに日本にとって重要な年にな年ります水素を燃料とした発電、海外から水素の輸入、また再生可能エネルギーによる水素製造の本格化、これはすべて2030年からスタートする、まあ、したがって、次の10年、2030年までの10年というのは、非常に重要な年になるわけであります。 これはの日本の,その現状です。ま,あ、まだまだあの発展途上、今、入ったばかりではございますけれども、まだまだ数字は低いですけれども、着実に、えー、その燃料電池、もしくはそれを使うための水素ステーションというのは伸びてきています。さて、えー 私ども、ネ o は水素に関する技術開発、長年にわたって取り組んでいるわけでございますけれども、ネ o の水素の技術開発の戦略はこちらです。私も長期を見据えて、ステップバイステップのアプローチで水素,に水素の技術開発に取り組んでいるまずは燃料電池、家庭用の燃料電池、非常に小さい燃料電池でありますけれども、これをマーケットインをする。 また燃料電池という言葉を非常にファミリアなものにしていく、まあ、このような取り組みを最初のステップとして進めています。で次のステップとして、燃料電池自動車であります。これはまあ環境に優しい自動車ということだけではなくて、水素を街中で使っていくためのさまざまなインフラ、これはあのハードウェアである水素ステーションだけではなくて、 さらにルール、規制、えー、基準、まあ、こういったものも合わせて作っていく、まあ意味があるわけです。それで次のステップ、いよいよ水素本格的に社会に導入するための取り組み、まさにここに取り組んでいるわけですけれども、水素を社会実装にするために、まあ、スケールアップをしていく、まあ、統合をしていく、このための技術開発を今、進めています。 私も取り組み、最近の取り組み、何点かご紹介をさせていただければと思います。燃料電池自動車、まさにパッセンジャービークルについては、まあ、先ほど7000台以上普及したと申し上げたところですけれども、これをさらに広げて、コマーシャルな、コマーシャルビークルの方に取り組みを進めています。で非常にこのフリートというのは、水素を大量に消費する観点から意味があると。 いうところでしてトラックこれ大型のもの小型のものまあこのようなトラックの実証研究をこれから始めようと思っていますまたあの大型車両例えばバスですが大型のトラックというのは非常に大量な水素を貯蔵するわけですけれどもこのためにですね大量でかつ高速な水素の充填方法が必要です。 今、パッセンジャービークルですと、つまり5キログラムの水素を3分で充填するというものなんですが、大型になりますと、8キログラムの水素を10分で充填する、そのための大量に水素を充填するための。 技術開発とこれを安全に充填すするためのルールー作りが必要です、まあ、私ども、このような写真にあるスイスの大型車両用のスイスの充填施設、研究施設をまさに今、開発、進行したところで、これから研究を加速させていく、まあ、将来的にはヨーロッパ、アメリカと標準化に対する議論を進めてまいりたいと考えています。 水素の需要を拡大するためには、乗用車だけではなくて、まさにこの大型、大量な需要を作る、ここで私どもは水素を利用した発電というのを取り組みを進めてまいりました。左側の方はまは、小型数メガワットの発電で、まさにそのガスタービンで実証研究を行っています。右の写真は、100メガワット以上の水素、大型の。 水素発電のための、今はまだ燃焼器、コンバスターの開発を進めていますが、まあ、早ければ2025年には、まあ、実際にこのコンバスターを搭載した発電所で水素発電を行う、まあ、このようなあの計画で取り組んでいます。で、将来の大量な水素需要にどのように応えてくるのか。 日本国内だけでは水素製造は賄えませんので、海外から水素を輸入する、今、世界的にもハイドロジェントレードというのがに大きな議,題に議論になっていると理解をしていますが、そのためには、どのように水素を圧縮して輸送するのかというのがポイントになります。何点があるんですけれども、ここでは液化水素、リキファイドハイドロジェンを使っています。 まあ日本で世界で初めて、ですね、まあ、小型ではありますけれども、えー、液化水素運搬船と、あとは港でのローディング、アンローディング、まあ、このような技術開発を成功したところではありますけれども、われわれは2030年に向けて、さらなるスケールアップ、例えば液化水素運搬船であれば、 今のこのサイズの,その100倍以上の水素を貯蔵できる、まあ、このような液化水素運搬船を、ここ5年ぐらいで開発して世の中に出していく予定であります。再生可能エネルギーと水素と非常にこの相性がいいわけです、まさにあのパワー・トゥ・ガスの技術、どのように普及するか。 まあここ、山梨、右側の方ですけれども、このあと、詳細なあのご説明はあると思いますけれども、この山梨と私どもは福島で、大型の水素製造装置、水電解の技術開発を行っています。非常に海外でも、大型化というのは、まさにトレンドではありますが、 また、私ども、将来の大型化を見据えて、まあ、しっかりとこの最終ユニットの技術を確立していく、さまざ、あ、まなあのチャレンジがあります、まあ、効率の向上であったり、まあ、耐久性、しくは応答性、このようなものが課題になりますけれども、実際の環境でテストをして、データを取って、まあ、そこに信頼性を高めてまいりたい、とのう,うに考えております。 だってこのような技術を単体だけではなくて、どのように複合的に入れていくのか、それは地域のニーズに応じた大きな、ある意味パッケージとして作っていく必要性がある、私ども今、ロサンゼルス港と協力をしながら、研究を進めております。 まあ非常に大気汚染、温暖化だけではなくて、大気汚染の防止ということで、そのポートにおけるその電動化というのは非常に重要、おそらくバレンシア港でも同じような課題があろうかと思いますけれども、まあ、私どもは地域の水素、ここではバイオガスから水素を製造して、さらにその水素を使ったポートでのアプリケーション。例えば トラックであったり、例えばトップハンドラー、ガントリークレーン、このようなものを燃料電池を使って動かす、このような取り組みを進めています。 最後にですね、今回、本日のテーマはハイドロジェンバレーでございます。まあ、先ほど申し上げたとおり、山梨での取り組みというのは、この後、詳細ご説明ありますけれども、もう一つ、福島での取り組み、何点か紹介いたします。あの土地をを触れれましたた…大型の水電解を装置を入れたあ パートガスの実証、福島で行っています。まあ、この水素を活用して、福島県内でさまざま取り組みを進めています。まあ、具体的には、複数箇所ある水素ステーションへの供給、低置用の燃,燃料電池への提供、この水素ステーションの数はさらにこの後増えていくようですし、また今、プランをしてますけれども、産業でのゼロエミッション、 熱源として水素を使っていく、このような研究にも、ここから水素を提供をしていきたいで、まだまだ実証段階ではありますけれども、このように実際にこの目に見える形とすることによって、より水素への期待、社会需要性というのが高まっていくものと、私は非常に期待しているところでございます。 まあ最後、まとめてございます、非常にあの日本もです、ね、あの世界もそうですけれども、まあ、水素の期待が高まる、さまざ、あ、まな国が水素の取り組みを加速化させている、これは間違いないわけでございます。まあ、水素を社会,需要を社会に実装するための、導入していくための課題、何点かございますけれども、一、まあ、つはやはりあのスケールアップであります。でつもう一つは インテグレーション、さまざまな技術をどのように組み合わせてモデルを作っていくのか、でちょっとここには書いてませんけれども、やはり、まあ、さらに重要なのは、あのパートナーシップだと考えています、一人一社でできる、もしくは一か国でこのようなものができるわけではない、まあ、国を超えてパートナーシップを構成をして、初めて社会に実装ができる、まさにこの場がです、ね、そのような機会になればよろしいか、ありがたいと。 思っているわけでございます以上私のお話につきましては終了させていただきたいと思いますご静聴ありがとうございました